ありりがとうおただいまありがとう昇格、ま <laughs> あ,ありがとうねリュお菓子ありがとうこんな密度であずみんとったのつわぶりかも確かに密度高い3日間だったねほんとねドンレミドンレミして土曜日にドンレミ日曜日け公演今日もね実はちょっとサプライズで。 どんれみーさんお昼ぐらいにねサプライズで、ね、ちょっと遊びに行ったんですよ四人でそうだからね楽しかっためっちゃみんなにも会えたしたくさん楽しかったです目体も楽しかったしすごい充実した三日間になりましたこんばんはかげさんお菓子ありがとうでもねあのショールームイベント明けの 3日間だったからちょっと体がだいぶ疲れちゃったみたいしっかり今日は早めに寝てお家でゆっくり早めに休もうと思いますありがとねイベントもまたお礼をするのでお礼待っててくださいあのイベントのお礼も待っててください名前の研究者いつ取れるん ま,ね、まだ取れんかな,なんかね正式にあの発表されるんですよ多分公式さんからあの研究生から正規メンバーにいついつなりますみたいなのが多分まだ正確に決まってないというか私たちもまだいつって分からなくって公式さんから発表されると思うので多分それですね正規生になるタイミングで外れるんだと思うだから今まだ研究生です イちゃんお菓子ありがとうキャラトさんお菓子ありがとうチちりんさんハートありがとうありがとう頑張って昇格できて本当に良かったその丸馬さんハートありがとう昇格日はまだうんまだ昇格してない10日にコラボカフェ初めて初めてえ嬉しいありがとうねありがとうございますコラボが吹ェ切ってくれて嬉しいケンジさんありがとうこんばんは クックさん,お菓,イイさんお菓子ありがとうトワイライトさんお菓子ありがとう翔吾くん結婚してありがとう今日もきっちりみんなにいじれれた <laughs> そうだよもういじられキャラだいじられキャラだからトワイライトさんお菓子ありがとうケスティンさんだるまさんありがとうナーニさんお菓子ありがとうブブイフォントさんお菓子ありがとうこんばんは、ま 思っ,てるちっ,ちゃかったよく言われるんよそれ多分ね想像してる以上にあずみんってちっちゃいらしいです1 4 8ンチそう想像以上にちっちゃいんだってよく言われますなあにさんお菓子ありがとうまえちゃんレインボースターありがとうおめでとうコンサートえっやりたいよね2.5期の4人でね 3周年目にも入るしもう3周年だよ2.5やだ早くないもう次のこの5月で3周年迎える3周年目がスタートしますこの5月から早すぎてあっという間ですね ST48 入ってからの月日が経つのは早いですよ決まったら教えるうん発表あると思う絶対多分 夕方の昨日の千穂さんのショールームの動画見え見たそう X で流れてあのなんだろう切り抜いてくださってる動画見ましたえめっちゃ嬉しかっためっちゃ嬉しかった千穂さんのショールーム動画うん本当に嬉しかったあの花だれ公演の話めっちゃ嬉しかったですかぼちゃさんお菓子ありがとうこんばんは。 ね、本当にでも決まってよかった本当に達成して本当によかったですえねえうれしかったひ昼休みさんおかしいありがとうつうさんハートありがとうなんか千葉さんの自分があの時そう思っていただけてるなんて1ミリも思ってなかったから嬉しいなって思ったし本当に頑張ろうって思いましたもっと。 うん、頑張ろうと思いましたなんかあの昇格してマネージャーさんからマネージャーさんからっていうかその,期担当のマネーージャーさんんがいるんですよ初期から初期って入った時からずっとあの関わってくださってる2.5期の担当のマネージャーさんがいて一人でそのその人がまあその。 今回の,あの3日間もずっと帯同してくださってたんですけどそのあの点が昨日の夜かなみんなで打ち上げじゃないけど、まあ、僕ちお疲れと昇格おめでとうみたいなのでみんなで打ち,打ち上げっぽいなんかちょっとその時に2.5キの4人でそのマネージャーさんに「昇格したから長文のメッセージくださいよ」って言って。 <laughs> LINE で LINE でちょっと「1人ずつ長文のメッセージ送ってください!」とかって「その夜言ったんですよ」で、えーみたいな感じになってて結局その次の日だから今日の朝か起きたら本当に長文のメッセージが来てて <laughs> 1人ずつに送ってくださったらしくって朝「本当に送ってくださってる」ってなって読んだんですけどいやもう嬉しかった本当に朝からね ちょっと本当に涙かあっりまし,たなんかあ嬉しいと思ってもうなんかうん頑張ろうと思ったもっと優しいほんとにね優しいんですよ <laughs> ありがとね僕と会いけてくれてえ待って1時半11時半 予約しなってるい入れてない予約配じえ昨日の予約かな昨日11時半。え昨日予約入ってなかった昨日の予約、ま、間違えて今日にしたんかもしれんじゃんもしかしたら。昨日の11時半の配信予約。今日になってるもしかして。マジで全然気づかなかった。嘘。めっちゃミスだじゃあ昨日のやつだ11時半。 ごめん間違えてるわミスってる昨日の11時半ですね間違えてたありがとうえね小昇格祝いコンサートできるようにちょっとやりたいやりたいですよね本当にやりたい コンサートみたいなやつ。ありがとうギフト待って読めてないギフト。しんしんしんのすけさんおかしいありがとう。バンジャラモンスターさんおかしいありがとう。ひいちゃんハートありがとう。まさむねさんハートありがとう。ポロンさんおかしいありがとう。ポロンさんお疲れありがとう。<laughs> あの花だ樽触れた？え嬉しい？フレジー懐かしいですあの花だれも。 正直、胃が痛い時もあったから、昇格してほっとしてる。いや、本当に気持ち的にも安だったでしょ。いや、もうね、嬉しいという気持ちと、まあ安心。よかった。よかった。本当に達成できてよかったっていう気持ち。もう、もう本当に安心な気持ちめっちゃ大きい。ケイセティさん、だるまさん、ありがとう。新しん,しん,しんのすけさん、お菓子、ありがとう。みうさん、だるまさん、ありがとう。新しんしんのすけさん、お菓子、ありがとう。しんしん えーパフォーマンスすごいのみんな見といてる本当にでもね自信が持てなくなっちゃいますよねあっも、ま、ずみまふらしかったえっうれしいうれしい食べてくれてありがとううれしいよーあっ2月の僕たち今日待ってるねありがとうキャラトさんお菓子ありがとう熊野プロさんお菓子ありがとう昼休みさんだるまさんありがとうポロさんハートありがとう え、やりたいよね4人でね公演1回だけでも昇格おめでとうとあのー、3周年おめでとう公演したいみんな来てくれますかやったら新成人のすけいさんお菓子ありがとうソーダさんお菓子ありがとうありがとうございますそうりょうちゃん結婚してありがとう 間違えてたんだ今日にワサミえもっとランあっあった <laughs> キャロットさんハートありがとうあ昨日昼公演最前列でボード持ってて今日カフェでもえっね嬉しかったよ 嬉しかった本当にボードも見つけたし昼公演今日も会えてよかった本当にねタイミングよくサプライズうんよかったタイミングよく会えてありがとうねクエストも楽しみにしてますキャロットさんハートありがとうそうまだ研究生ですねプロフィールも全部ありがとうあどどねみあありがとうございます嬉しい ありがとうね。今日会て嬉しかった。ケイセチンさん、ダルマさん、ありがとう。のブーさん、お菓子。ありがとう。冬物さん、ハート。ありがとう。冬物さん、頑張った。ありがとう。ウサミックさん、お菓子。ありがとう。ウサミックさん。お菓子。ありがとう。期間余裕持って達成できて、本当とよかった。いや、本当にね。本当にそうだよ。リくんハート。ありがとう。ヒデぴょん。お菓子。ありがとう。いや、思い出残る。いや、本当にね。 昇格のタイミングがもうすごいいいタイミングというか最高のタイミングでもう一生忘れない多分この3連休瑠<変>星さんお疲れありがとうねえよかったですよでも4人で4人でねあの昇格 のタイミング一緒に入れて四人で研究生講演もだけど寝れない部分作ってもらおうえ、ね、寝れない部分欲しいね寝れない部分作りたいね昨日くるくるが集めたピースウィング行きたいですえ、ピースウィング、え、そう行きたいよ私もサッカーね見ましたあのちょうどね、あの東京行ってるタイミングでそう X で見たんですけど新しいえスタジアムサッカーの新しいスタジアムがあのでこの前初めての試合があってもうめっちゃびっしりサポーターの皆さんがもう下から上までびっしりばあって待っててもう景色が。 X に載ってる写真がすごくってすごいここいっめっちゃ行きたいってなった楽しそうと思ってでも場,あの場所的に結構お仕事帰りとかそうお仕事帰りとかお仕事がもし午前中あったとしても割と行きやすくはなったので今年はね今シーズンはちょっといっぱい顔出したいなと思います応援しに行きたい。 ピースウィングでえピースウィングでコンサートできるくらいステを大きくしてほしいねいや目標ですよねちょっと叶えたいですそれ私もずっと言ってるこの3日間くるくると <laughs> ピースウィングでライブしようってスティピースウィングで叶えようって言ってますライブできるぐらい大きくなろう頑張ろうってめっちゃ言ってるやりたいですよね ピースウィングでできるぐらいでもめっちゃすごいよでもピースウィングでライブってなったらそれを埋めれたらねもうすごいですよでもそんぐらいになりたい頑張ってみんなで美和子ちゃん疲れありがとう主さんお菓子ありがとうみき亜くんハートありがとうケイシャンさんお菓子あ間違えただるまさんありがとう ねー似合わせありがと匂 <laughs> 似合わせねよかった似合わせ <laughs> 私の似合わせでみんなに会いたいねえ楽しかったね特待みんなのこと見つけたよしっかり嬉しかったですフライングをえー、恥ずかしいあれマジでエンジンのねエンジン昼公演のエンジン 今日まった私フライングでフライングしちゃっておお頑張るぞおおフライングしちゃったの映像に映像化されてそれを X に載せられちゃったみょんみょんに <laughs> 恥ずかしい私のフライング王が世界に発信されてしまったひらひらさんハートありがとう。 今日なぜか11時半からって勝手に思い浮かんでごめんね私がねいや間違えとったんよ間違えて予約入れとった昨日の昨日の配信予約を間違えて今日に入力してて多分ごめん自分も全然気づかなかったごめんよごめんねでも私のミスですそれは本当にごめんボケてためっちゃ あドンネミンの箱ケーキチェキあずみんチェキあずみん自引きしました嬉しい嬉しい自引き嬉しいめっちゃねグッズもね可愛いからねえダンス休憩やった嬉しいありがとう 頑張りますもっと。ねえ、おちゃんお菓子ありがとう。舞ちゃんハートありがとう。こイさん結婚して。ありがとう。ノブラべイさんハートありがとう。ヤマさんハートありがとう。ノブラべイさんハートありがとう。豊田さんお菓子ありがとう。ニオわさん本当に助かった <laughs> みんなに怒られたけどアズミンのはニオわせじゃないから。告知だからって言われました。ね 会えてよかったでも本当にありがとね会いに来てくださってまだ18日までたくさん行ってくださいねトンレミー僕隊僕隊はね今月28日もねあるので東京の僕隊行けなかったよって方も28日の広島よかったら来てくださいクラブクアトロです さんお菓子ありがとう角刈りパインないや持ってこようかちょっと今さ手持ちで配信しとって持ってこようか角刈りパインくるくるにデコピンされた角刈りパインよあれくるくるですから先輩 <laughs> 最初に出したのくるくるだからねあれ。 クルクルと戦い昨日寝るからなんか表情が誰かに見えるよシュラらしラシュラシュラシ,ンシってたのかなえ本当変わってる表情なんかさでもさ今日さのアピにねのアピに <laughs> 帰り道にあのタクシー乗ってて帰り道になんか二人で乗ってたんですよあずみん 最近疲れた顔してるよって <laughs> え「えなんで?」って言ったら「あずみ最近疲れてる最近顔が疲れてるよて」しっかりしっかり休んでね」って言われましたの <laughs> 心配されちゃったねあのアピはねああ見えてね多分ね一番周りが見えてるからねいろいろ 気づいてそうナッピーピに心配された <laughs> 全然疲れてる顔してる自分はなんかあんまり自覚なかったんですけどねそっかそんな顔してたのそんな顔なのかなと思ったけどそうナッピーピに。 イイライトさんお菓子ありがとうイエポンタさんお菓子ありがとう恋さん結婚してありがとう今山吉さんお菓子ありがとうスタンプ帳の抽選会どうすんやろあれはねあのねスタンプ帳の抽選会はあのー、あれです多分18日まで18日が終わったら多分回収されて。 手こっっちにに手元にやってくるんですよ自分の手元に自分たちの方にやってきてなんか聞いた話では引くって聞きましたその抽選会を抽選会のカードをこうなんかボックスなんかみたいなのに入れてここガボ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 ,ボってやって引いて抽選するって聞きましたなんか抽選会自分たちが引くらしい手でどうなるか分かんないでも。で多分その映像が残されてて 後日公開さされて誰々さん抽選しましまたみたいな感じにな,なりそうありがとうねえ二2列目見えたよ私も嬉しかった木ん台ありがとうねでも夜もたくあんさんお菓子ありがとう プラッシャーからときはない。いや、本当に、プラッシャー。マジで、マジでゴッティにいじられたプラッシャー <laughs>。しかも、ゴッティのいじり方って、さりげないんですよ。ほんまに、聞き逃すレベルだった。ゴッティ、なんかね、僕の太陽公演でね、ゴッティの話したんですけど、ゴッティがさ、今回、急遽さ、入ってくれたじゃん。 で、で本当に4日ぐらいしかか練習機がなかったんですよ。他の自分たちは1週間ぐらいあったけどこうって4日ぐらいしかなくって4日前ぐらいに言われて急に入ったから結構不安不安がってたんですよねレッスンの時もずっとそうでも不安になりながらも安住をいじるあそう、アズミ住を安住をいじる いじってきてき <laughs> あの研究生公演のさ昼公演の夜にさ私がなんかちょっと長文のスピーチみたいな曲前の「ペダル」を歌う前になんかちょっとちょっと長い話をしたんですよちょっといい感じのことをね <laughs>。いい感じの雰囲気でいい感じの空気感でちょっといい感じの言葉をこうしゃべってた。 喋ったんですけどその9月の研究生の千秋楽の日その日にそのみんなそれぞれプレッシャーを感じながら頑張ってきましたみたいなことを言ったを言いたかったんだけど噛んじゃってプラスそれぞれみんなプレッシャーを感じながらってプレッシャーって噛んじゃったんですよ。それがさ なんかファンの方にもいじられたしメンバーにもメイクさんにもいじられてその後、もう自分の中での一番大事なところで噛んじゃったっていう最大の私のうわーっていう大事件なのにそれをゴッティは僕隊のレッスン中に「ああもうこれはもうプラッシャーですわ」って <laughs> プラッシャー「プラッシャーかかってやばいです」って私のプラッシャーをいじってきたんです。 <laughs> プラッシャーいじりされたのもゴッティにだからもう「プラッシャー」って単語が聞こえてきた瞬間すぐに「なんて言った今」突進しましたゴッティに「今なんて言った?っ」なん何か聞こえたよ」って言って「もう一回言ってみなさい」<laughs> こんばんは。 ねえ。まいちゃん、ハートありがとう。ひいさん、お菓子、あ、かましてた。音符、ありがとう。しっかり、質量、しっかりしてるしね。な、ぴよく周りが見えてるなと思います、ね。見てくれる周りを。主さん、お菓子、ありがとう。あ、仕事、お疲れ様。お仕事。また行くね、東京。待ってて。 また行きたいですこんなに東京行ったの初めてかもでも2泊3日もしたの初めてあ、初めてじゃないかでも2泊3日お仕事でお仕事いっぱいだったの初めて2泊3日東京行ってコンプリートしてねぜひコンプリートしたあずみンの等身大パネル皆さんゲットしてくださいどんレミなかなかすごいいい特典やと思う美和子ちゃんかわいいありがとう さんお菓子ありがとうそうツアーのね昼かなプラッシャー事件こんばんはいまだにいじられるいやそうだよ本当にいま <laughs> だにいじられるプラッシャーまだ覚えるとね私ももう忘れてたプラッシャーシみコうさんお菓子ありがとう 恋さん結婚してありがとうでもね多分ね「プラスチャー」ってかんだ日ね割とねサンキちゃんにね言われたんですよ <laughs>「ひーちゃん」とゴッティにも言われたのかなあの日ひ結構サンキちゃんにすぐい,いじられ2.5期じゃなくてあの日はねサンキちゃんにいじられたもん気が記憶があるサンキちゃんにあずみんさん「プラスチャー」って言いましたみたいな <laughs> なんかこう後ろで聞いてて「いやうんうん」て <laughs>。 いい,い,い,いい話だみたいな感じうんうん」ってこうなんかこう涙こう「うんうん」って聞いてたら「プラッシャー」って言って「えっ? <laughs>」て見ましたもんみたいなんか <laughs> サンキちゃんにじられた記憶があるサンキちゃんとメイクさんにじられたであとくるくるにじられたそうそうだよえっ後ろで聞いてて「えっ?」ってなりました こんばんはえ、嬉しい安住スタンプしかないのアズミンだけアズミンだけのやつを食べてくれてもいいんだよ <laughs> でもね、せっかくだったらねゲットしてほしいから等身大パネルもまあ中性なんですけどもでも横断等身大パネルだけじゃなくて横断幕とかチェキとかも当たるっぽいから応募してみてほしいですねぜひ ぜひぜひ。中国花束ありがとう。ブラッシャーティーないわ。あれブラッシャー作らんでいいよ。うちはもう T シャツも作らんでいいです。作らなくていいよ。ゆうちゃんずさん主権さん何？ありがとう。でも等身大パネルってね、家にあったらもう大変だよ本当に私と同じ。 背丈なんよ等身大パネルだから本当家にあずみんがいるって感じになるなるよ家にあずみんがいる等身大パネルが家に来たらあえー、ありがとうサプライズカフェに出てくれていえいえ来てくれてありがとうねカフェありがとうございますねキャラね 私のキャラ、めっちゃ定ま定確率キャラ確立してきた最近あと2.5期のや中での役割がだい,だいぶ大体んか出てき決まってきた役割大体あの下りが下りができてきた2.5の中で。 下りで来てきたよね下りがケイセジンさんナルマさんありがとうフェアチャールドさんハートありがとうでもニューウェーブ通して2.5期多分今まで以上に仲もなんか良くなってきたし前からいいいい,いいんですけどなんだろうな 深まった仲が深まったっって感じかな仲が深まったし絆も強くなったしなんか割と2.5期ってオーディションがちょっと特殊でもあるし入り方がちょっと特殊だしそれぞれのメンバーの個性が結構強いので。 2.5期ってチーム感よりも個の方がイメージ的に強い印象があったんですよ自分はねみんなはどうかわからないけどみんなそれぞれなんか感じ方あると思うけど2.5期印象的に自分は自分的にはな割となんか個が個で強いみたいなところがあって今も個が個の強さもあるんですよ子の強さもしっっかり残ってるけど それが4人一緒になった時の4人の強さみたいな子が一緒になった時の4人一つになっての強さみたいなのも最近は大きくなってきたなというか前よりもそこの部分がすごい強くなってきたなと思うのでそれはね「ニューウェーブプロジェクト」通してたなって個人的に思うから4人にとってもすごいいい期間だったと思う。 ニュープロジェクトっていう活動とこの昇格企画なーって何か思いますね。うんまあでもそこがね良さでもあるから個の強みがしっかりそれぞれが持ててるのとそこにね4人での4人がいっその個がまとまって4人になった時により強いものができるの。なんか が強くなったらよりもっといい2.5期っていう2.5期のチームになるからね、4人でもっと頑張っていきます小恋さん結婚してありがとうこんばんはあれを役割と言っていいのか <laughs> そそれはそうだ役が決まってそう生誕祭プラッシャーティーやばいなあそう14日来てねぜひうん今日ねテーブルでねそう作業してたなんか今日ねあのサプライズで行ってドンネミさんに行ってからあの 2月14日にドン・レミーさん行ったらバレンタインの日なのでバレンタインのチョコのチョコとバレンタインチェキが入ったプレゼントがもらえるんですよ。バレンタインの日2月4日はみんなに配られるのそれの梱包をね今日してきて私たちがチェキとチョコを袋に詰めてこうリボンで結んだので全部そう私たちが包んだプレゼントっていうのも結構あの楽しみに受け取ってほしいですねそれ。 2月14日「どんねみさん」行ってみてほしいですからこんばんはえおきさんのポストめっちゃ嬉しかったほんとにうんめっちゃ嬉しかったですおきさんのポストほんとに <laughs> まだ入部 自体はは終終わわっっんんややろいいそそれねうてないんですよ、ま、だニ,ューウェーブニューウェーブプロジェクトはねまだ続いています。そう、終わったみたいだけど終わってない、全然。たそがれさん、お菓子ありがとう。ケイセチンさん、だるまさん、ありがとう。全然終わってないです。終わってないわ。まだ続いてるっていうか <laughs>、3月まであるのし、放課後のくさいも来週あるからね。終わってないですよ。全然終わってない。ただ。 まあでも一旦ね、一旦ニューウェーブのこと一旦いいよかったねっていう <laughs> ニュープロジェクトってあってよかったねっていう。 あると思う。うん。建設陣さん、だるまさん。ありがとう。ありがとう。え、ちゃんにお願い嬉しい。ありがとう。あずみもどこかでどん？眠いズーム参加するのする？参加します。でもね。まだ5日はね。ちょっとね。まだね。出てないというか。出てないので、また近くなったら多分 x とかで、ね、お知らせすると思うので。 どっかで参加するうんズームとあの広島とそのドンレミーの場所をズームでつないで軽いちょっとしたねお話し会みたいなのがねちょっとできるのでそうちょっとそれもまたお知らせしますすごいよね神イベント神イベントすぎないどれドンレミーさんのやつ <laughs> 神イベントすぎるんだよね全部が宮本浩一さんハートありがとうだからねそう東京行けないって方が にそうすごい東京東京に住んでてどんねんみさん行ける方はねすごい嬉しいイベントなんですけどこっちの瀬戸内の方住んでてたりとか、まあ、関西の方とかどんねんみ行けないんだよねって方からしたらあれですよねううってなる部分ある気がするからまたこういう感じのイベントが今後ね いろんな場所で開催できてみんなともっと交流を育める場所増えたらいいなと思いましたから <laughs> これをきっかけにありがとう小学校読にかありがとうねあ、どんれみお菓子の詰め合わせ今日あ完売したんだあっそういうことねえじゃあチキも完売したのかな そうなんだえめっちゃ書いたよだってめっちゃ書いたよ <laughs> えめっちゃ書いたよチェキ私たちえすごいあのチェキたちが完売したのこんばんはうん他の県でもそういうイベントやってくれいやそうだよね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 できできるように頑張るうんそうだよねめっちゃか上ぶ 僕と外れてえっでもあれでしょ来てくれるんでしょ28日待ってるねありがとうありがとうね僕隊でも外れちゃった方もでも会えてよかったドンレミーでダースさんおかしいありがとうカムちゃんおかしいありがとううん まえちゃん、ハートありがとうこんばんはあこれ編集しとこショールームイベントのやつ <laughs> ライバーテーマにイベントありがとうございましたって ライバーテーマじゃないかなぁでも1週間もこれ書いておく「おーデとイベントリメイベント」ありがとうございました。 オッケーじゃんちょっとライバーテーマにお礼を書けましたこんばんはここ俺礼書いてもいいかな全然はっいっかライバーテーマライバーテーマだけどいっか見えやすいここのライバーテーマに書いて見えたライバーテーマにイベントのお礼をこれ当分このままにしとくね。 みんなが読めるようにこんばんは宮本浩一さんお菓子ありがとうこんばんはありがとうございますかわいい嬉しいゴールダッシュさんお菓子ありがとうねえ5月6日もだってえ五5月6日も来てね頑張るクイもね楽しみよね嬉しい,いっぱい会える予定が決まってるの嬉しいしんさんお菓子ありがとうしみこさんお菓子ありがとう 黄昏さんお菓子ありがとうえ嬉しいマシえ嬉しい近かったね <laughs> 今までにない近さだったね嬉しかったよあ誕生日だったの今日え誕生日なの今日ライオンさん今日誕生日なの そういえば結局アメオコで何か買ったのアメオコはね何か買ったというかあのね食べ歩きしたりいちご飴とあのー、さつまいものなんかパリパリしてるやつを食べ歩いたりしました 五月の夏申し込んだ嬉しい本当にありがとう待、ま、っておめでとうございますマサムネさん待ってどこにあるあ本当じゃマサムネさんマサムネさんお誕生日おめでとうございますおめでとうハッピーバースデイトゥーユー Happy birthday to you.Happy birthday, リア・マサムネさん。Happy birthday to you. ありがとうありがとうねもうずっとずっと前から。昔から応援してくれてて、こうやって配信とかもね、見に来てくれるのすごい嬉しいです。たまに声も来てくれるし。嬉しいまた来てねまた会いに来てください。 まさむねさんありがとうございます。これからもあずみの姿ずっと見守っててね。ありがとう。嬉しいよ。楽しい1年にしてください。じゃライオンさんも。すごいライオンさんお誕生日だったもんね今日ハーーーー。ハッピーバースデイトゥーユーハッピーバースデイトゥーユーハッピーバースデイリアライオンさんハッピーバースデイトゥーユーおめでとう えすごいなんか誕生日当日に会えたってことめっちゃ嬉しいしかもあんな距離感で <laughs> 嬉しい本当によかった誕生日当日に会えて誕生日プレゼントだ直接言えたらよかったんだもっとより楽しい一年にしてくださいこれからもよろしくねライオンさんありがとういつも <laughs> ありがとね楽しい一年にしてね 飲んでみもいっぱい言ってくださいぜひこんばんは誕生日当日すごいな山勝さんお菓子ありがとうえ最後ごじってるえ本当や頑張るで <laughs> これよくなるんよね私。 びっくりマークやったらレッってなる急いで打ってたらあっカムカムさんありがとうカフェで見かけえ嬉しいありがとうね来てくださって嬉しいありがとう会えてよかったです生あずみん生あずみどうやったこんばんは初見さんいつきさんありがとうございますくるくるがパインちゃん コピしののの指示でしょしアズミの指示示でょじゃないですよあれ <laughs> いやなんかもともともとっていうかかかりパインさんを全部もらったんですよ。でありがとうございますっててこうやって持って控室戻ったらなんか横からペンペンペンって音がし始めてデ <laughs> コピンしてるペンペンペンって音がし始めてえっと思って横見たらめっちゃくるくるが笑顔でペンペンしてて。 パイさんに「何してんの?」って言いながらそうでその様子をちょっと動画に収める収めるからって言ってあの動画を撮ったんですよそうだからやり始めたのはあの人です <laughs> ペんペんし始めたのはあの人し始めて「なおさんお菓子ありがとう」そうだよ アザミンごめん昨日寝る声の自己紹介であざみ言ったの俺ですよ <laughs> でもよくないノアピもあざみん言うしあざみんですよノーピアピえっあざみって聞こえたよって思ったのあぴ <laughs> 私のことあざみんだと思ってるのかなナオさんハートありがとうあ生あずみんもかわいすぎました嬉しいもって言ってくれるの嬉しい あずみんたち梱包作業してる時あずみんセットえ嬉しいあずみんセット食べてくれたのワずみんワずみんワッフルワずみんワッフルおいしいみんな食べやすかったワずみんワッフルね個人的にすごいすごいあれなんですよあの いいバランス感というかわ私が考えたワッフル抹茶のアイスにわらび餅に小豆にあの生クリームも横についてて個人的に1個食べて完食していいバランス感というか結構和なテイストでワッフルもあって美味しいコラボスイーツできてよかったなと思いますわずみワッフルであのねわらび餅が美味しいわずみワッフル たさんお菓子ありがとう。あれと他の2.5期まで出たな面白い <laughs>。でもねあれねよく聞いたらねあのくるくるがペン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 してる後ろでのあぴが「もっとやれ!」って言っててその後私が「桜庭パインさんがかわいそうだよ!」って言った後に聞こえる悪魔のような高笑いはリオツンとのあぴの声なんですよ <laughs>。しっかり2.5期みんな出てるあれ。そう実は ディオツンとナーピがあの後と高笑いしてる。ちょっと見返してみてください。そう散々ですよ。よかった。ライジングさん、お菓子ありがとう。え甘すぎずになくて美味しかった？よかった。本当に良かった。甘すぎず え、アイスねしかもさ抹茶のアイスもね美味しいんよすごいこんばんはえ試してみてえ食べてみてうんケのしか上げない <laughs> 本当にねもう最近は最近はいたずら心みんな溢れてるからもうほんと大変ですよ いたずら心溢れてる子供ちゃん子供たちだから <laughs> 3人ともいたずら心に溢れてまりあくんお菓子ありがとう <laughs> 知られキャラ キャラ定着してきちゃうよね本当にのありがとうアズミは大人です <laughs> アズミは大人唯一二十 <laughs> 歳だから二十歳じゃ21歳だからね安住はうん でも楽しい3日間やったー本当にね正規メンバー正規メンバー <laughs> まだでもなんか実感湧かないな何かが大きく変わったわけじゃないので。 今正規メンバー達成してだから大きく何かが変わったわけじゃないからまだ実感は湧かないけど多分正規生になったからできることとかそういうのとかまあ本当にまだ研究生 でではあるのでねその何月から正規制になりますみたいなのがしっかりと出て今日から正規メンバーってなったらより実感が湧くんだな湧きそう湧きそうだなと思う確かに生誕祭とかプレゼントとかでも実感すると思うねあ小石さん頑張ったありがとう頑張りますもっとね多分今まで以上に できることとかも増えると思うしえそう先輩とも連絡先交換できるの嬉しいです私だけそうなんですよグループやっぱ研究生だけグループ入れなかったりするので研究生はだから四国のグループラインに多分入れるの嬉しいめっちゃやっと四国のグループラインに入れるかもしれない えー、プレゼント面白 T シャツえー、もう着るよ面白 T シャツ送ってくださったらレッスンとかでそうグループラインとかも参加できるようになったえめっちゃ渋谷休みと話したいそのために生まれた頑張りますえ嬉しい私も話したい話したい本当にえー、頑張ってね嬉しい会えるの楽しみにしてる早くももちゃんとえ本当に そうだ,よだけ連絡先交換したらそももちゃんさんとそろはさんとかも遊びたい先輩方とも遊べる遊べるからさ遊べるというか連絡取りやすくなるからそうなんですよねそれがね嬉しいです頑張って多分できることも増えるのでね個人の 活動岡田あずみっていう岡田あずみとしての活動もしっかり大きくもっと幅広く活動できるようにもなっていきたいしこれから ST48 のグループの一人としてもね正規メンバーに昇格できた。 するってことでよりもっとなんかこう X にも書いたけど4人でこれからを引っ張っていけるぐらいの存在になれるようにもっともっと頑張りたいなとも思う ST48 のグループの一人としてねもっと大きなグループにしたいなと思うからそんなメンバーにもなれるようにも頑張りたいなと思うし。 まずは選抜メンバーに入れるように入るのも一つの目標大きな目標なのでその夢も叶えて幅広く活動していきたいですねあとはもうそうだねみんなにもなんかみんなに会える会える場所とかステージとかをもっと。 自分も頑張って増やしていけるようにしっかり恩返しできるように頑張りますみんなに <laughs> 人生ゲームいや本当よ人生ゲーム早稲さんとの人生ゲーム見ましたか私ね早稲さんとの人生ゲームで1番目にアイドルを職種で選択したんですよそしたらなんかねルーレットで勝って 最高のアイドルみたいなのになったのにその次のターンで解雇されて、うん、<laughs> フリーター借金借金を持ったフリーター生活になってそっから仕事転々としたんです私人生ゲームでで最終的に3億の借金を抱えて人,人生ゲーム終わったので <laughs> 人生ゲームのような人生にならないように頑張ります <laughs> 本当に面白い <laughs> 本当に面白いこんばんは ね。ヤトさんとの差やばくない私は3億ぐらいの借金抱えてるのに、ヤトさんは3億ぐらいお金を持って総理大臣なんですよ <laughs>。あの人生ゲーム結構面白かったよね。展開がね。展開面白かったよね。小石さん、ファイトありがとうリオさん、ハートありがとうめっちゃ笑った<笑>もう、もうここまで来たらもう、 もう諦めたってなって私も2億ぐらい借金が2億ぐらいになった時点でもうあっこりゃダメやってなった格差よねでも逆にゲ,あのゲーム配信としては面白かった面白かった面白い展開にはなったなと思いましたそう 人生ゲーム不得意ななんかなでもこの前スペイベこの前のスペイベも人生ゲームやったんですよみんなであの時も四4位中3位だった気がうん4位中3位でした人生ゲーム不得意不得意なんか <laughs> 人生ゲーム不得意なんかもしれんでもね隼人さんめっちゃ褒めてもらって。 もうなんか優しい優しい人が周りに溢れてても優しいですみんなみんな優しいなんだかんだみんなね優しい言葉をくれるそうゲーム配信ゲーム配信向きですね ーなれるよ <laughs> 本当かなとって思ったけど「なれるよ <laughs> 運がないんかなでもアイドルアイドル人生運大事なのになでも人生ゲームねまた時間ゆっくりとって普通にゴールしたいですあれゴールできずにき途中で終わっちゃったので人生ゲームゴールまでしたいな え、おきちゃん卒業もドラフトさんと二点動きの曲やってくれないかな。え、そんな企画あったらもうもうすごいよ。すごいですよそんな叶ったら。でもやっぱ少人数のどきき奇的に少人数ドラフトさん期生さんも少人数だからなんかね二点動きもあのぐらい。 2.5期だけで何か学校できるぐらいの気になりたいですねこえさんかわいいありがとうディオさん猫ちゃんありがとうよしじゃあそろそろ団長読みたいと思います13位 しみこうさんありがとう 12. くまぬパパさんありがとう 11. ななにさんありがとう 10. ポロンさんありがとう o m 9. けんセティンさんありがとう 8. トワイライトさんありがとう 7. ぬしーさんありがとう 6. めまこちゃんありがとう 5. キャロットさんありがとう 4. なおさんありがとう 3. ふゆぶつさんありがとう 2. こいさんありがとうそして1位はるる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  j まえちゃん ありがとうございましたありがとうありがとね、しっかり休む。ありがとうみんなもゆっくり休んでね。ありがとうございましたじゃあまた、明日、ネネアズみでおります。せーのって言ったら、ネネアズみって言ってください。せーの。 なーにーありがとうございましたバイバーイ。